近藤博氏は、日本の政治家、介護福祉士、衆議院議員、愛知県議会議員などを歴任。衆議院議員初統制の約1ヶ月後、買収容疑で逮捕された。愛知県名古屋市水北出身。祖父は、元市議、父親は開業医。そのネを活かし、小学生の頃から政治家になることが夢だった。名古屋市立高田小学校。 名古屋市立水保が、丘中学校卒業。1979年3月、市立滝高等学校卒業。アメリカ合衆国に留学。留学中、マイアミ市長の秘書を経験した。1985年1月、ノースイースタン大学政治学科中退。1989年10月26日、次期衆院選に。 旧愛知ロックから立候補する意向を表明した。記者会見で自民党に公認の申請をしたいと述べた。1990年2月18日に行われた第39回衆議院議員総選挙に旧愛知ロックから無所属で立候補。候補者6人中6位で落選。協託金200万円も没収された。外交問題を中心に訴えたが、 ほとんど関心を持ってもらえなかった。いろいろ助言してくれる人から、土下座しろとか、泣けとか言われたが、そんなこと考えてもいなかったと、近藤は述べている。1999年4月11日に行われた、愛知県議会議員選挙に、自由民主党公認で名古屋市南区選挙区から、出馬し、初当選。2003年4月13日に行われた、 県議選において再選。同年5月13日、自民党県議団は、政府議長候補などを決めるための総会を開く。県議団においては、名古屋、尾張、三河の選挙区ごとに、候補者を出し合って、ポストを振り分ける慣習があり、ひとまず、三河地区から、北南市選挙区の小林秀雄が、議長候補に選ばれ、尾張地区からは、北軍第一選挙区の日高登が、 県議団長に就任することとなった。ここで名古屋地区が副議長候補として挙げきたのが2期5年目の近同だったため議論が紛糾。他地区から衆院選出馬に向けた白付け。衆議院が解散されたら任期途中で副議長職を放り出す気なのかと反発の声が上がった。小選挙区導入後、南区などからなる愛知四区は自民党の議席がなかった。 党県連が無党派層を取り込み民主党を倒すための候補として目をつけたのが190センチ近い長身でスポーツマンの近藤だった。それでも副議長の話は他地区にとっては寝耳に水であり、結局、新任投票で決着をつけるため午後6時半を過ぎてから選挙が行われた。投票の結果、出席者64人のうち新任は、 半数を1票上回るだけの33票。不信任が21票、向こうが10票だった。同年5月26日、県議会臨時会が開かれ、自民党が選んだ小林が議長に、近藤が副議長に就任した。7月8日、自民党愛知県第四選挙区支部は、近藤を支部長に推薦する申請を党県連に提出した。10月10日、 衆議院解散。10月14日、県議を辞職。同年11月9日に行われた第43回衆議院議員総選挙に、自民党公認で愛知4区から立候補。病院経営で裕福な両親が株を売って、数千万円を作り、選挙資金とした。民主党の牧吉雄に敗れるも、比例党会ブロックで復活し当選。同年12月6日。 公職選挙法違反容疑で逮捕され、衆議院議員を辞職。なお、11月18日には、名古屋市名東区選出の渡辺明市議が、圧戦収賄容疑で逮捕されている。市議会議長や自民党県連副会長も務めた、実力者の渡辺の逮捕に揺れ動いた時に、近藤の事件が発覚。党にとって、さらなる打撃となった。2004年7月、 名古屋市内で、デイサービス、愛を開業。二千十二年十二月十六日に行われた第四十六回衆議院議員総選挙に、日本維新の会港人で比例東海ブロックの、単独候補者として出馬するが、落選。二千十三年七月二十一日に行われた第二十三回参議院議員通常選挙に、日本維新の会港人で、愛知県選挙区から出馬するも、 定数3に大使候補者10名中5位で落選。2014年に維新が UI の党と合流して、維新の党が発足すると、党愛知県総支部総務会長に就任した。2016年11月1日に、日本維新の会衆院愛知四区支部長就任が発表され、12月19日に、日本維新の会愛知県総支部幹事長就任が発表された。 2017年9月25日、安倍首相は9月28日に衆議院を解散すると表明。9月26日、近藤が健康上の理由で第48回衆議院議員総選挙への出馬を取りやめたことが報道により明らかとなった。2003年12月6日、県議時代の元秘書に現金100万円を渡して、 票の取りまとめの依頼などの買収工作を行ったとして公職選挙法違反の疑いで逮捕された。元秘書の命じて買収を図った相手は元から近藤を支えてくれるはずの地方議員の秘書だった。同法の買収容疑で現職の国会議員が逮捕されるのは極めて異例のことだった。12月9日衆議院議員を辞職。自民党の元国会議員は 選挙期間中、近藤は必ず人営に、お触れを出す。普段以上に注意しろ。疑われることはするなと周りに伝えていたが、候補者の行動を止めることはできなかった。2004年6月9日、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が確定した。ありがとうございます。